ストがあったんですけど、テストから解放された勢いで見漁ってます。結構見直したりすることが多いです。暗殺教室とか、約束のネバーランドとか、あと東京グールとか、ヒロアカ、僕のヒロアカデミアはもう一回見たんですけど、それを今見直して、はぁ、やっぱりかっこいいってなってますね。やっぱ巷で話題の鬼滅の刃、あれの夢小説を見漁っておりますね。夢小説だと、自分を二次元に置いて、その作品の中に自分が入ってきたとして、どんな恋愛になんか発展するのか、こんな出来事が起こるのか、これは多分夢小説か夢小説じゃないかの違いなんですけど、まあ、一番多いのはその拾われてとかそういうので、恋愛に発展していくっていうのが夢小説なんですけど、なんかいろんなジャンルあるんですよ。自己投影型、完全にこの3次元にいる私を2次元に映り込ませて、普通の高校生だったのに異世界転生じゃなくて、ワープみたいな。もう一つが、もう私の部分は全く消えてるけど、私の想像する主人公と推しキャラが恋愛を楽しむみたいな。私が見るのは自分の想像してる主人公が推しと恋愛するみたいな方ですね。よく言われるのは夢主とか織主、オリジナル主人公に、やっぱ二次創作なんですよね、同人です。いや、夢小説もあるし、ちょっとこれは最近見つけた趣味なんですけど、クロスオーバーも伸びますね。この作品とこの作品が混ざって織主もいてみたいな。スパロボ。鬼滅の刃の世界って鬼が出るじゃないですか。まあ、鬼といえば人を食べる、人を食べるといえばグールみたいな。で、もしグールが鬼滅の刃の世界にいたらどうなるのかみたいな。でもたまにとんでもないもの見かけたりしますけどね、ハイキューと鬼滅の刃みたいな、コメディ要因として見てますね。今度コスプレしようっていう話になって、沖口さん、うちのメンバーにカメラやってるリーダーがいるんですけど、カメラマンさんちょっと探せないし、スタジオ代私たちで分担して沖口さん呼ぼうってなったんですよ。で、スタジオもここにしようって決めて、私の方はもうコミケでやったやつをやる予定だったので、もう準備はできてるんですけど、そっちの方が初めてコスプレするっていうことで、とりあえずウィッグを注文したらしいんですよ。でも自分で満足いってないらしくて、みつりちゃんなんですけど、なんかでもウィッグでグラデーション作るのって大変らしくて、多分量産されてる通販のサイトとかだと、内側に緑が入ってて結んで、下の方はピンクの毛が短くてこうなってるって感じなんですよ。でそれが嫌らしくて、もう作るって言って、あ、いいよっていう感じで部屋に呼んで、部屋でちょっと私も前髪切るの手伝ったりとか、ウィッグ結ぶの手伝ったりして、まだちょっと完成してないと思うんですけど、それは結構真面目なオタ活、コス活しましたね。一回スタジオ撮影する前に、うちでもいいしカラオケでもいいからコスしようってなってて。なんかあんまりアニメとかわかんないと思うんですけど、リーナちゃん、小山リーナは割とアニメを見てるタイプなんですよ。ジョジョアニメ全部見てますし、その昔だと稲妻イレブン、ダイヤのエース見てるし、鬼滅の刃ももちろん全部見てるらしくて、そしたらちょっとよくわからないけど男装興味あるって言ってて、結構かわいいじゃないですか。そのお風呂上がりとか、遠征とかで一緒になるんですけど、イケメンだと思う瞬間がふとあるんですよ。はあ、かっこいいみたいな。なんかまず輪郭がシュッとしてるのが強くて、かぶせたいウィッグ、いつもロングだからショートウィッグとか男装させたいんですよね。
あ、超いいですね。